今日は美優伝の岡田のソロパートの撮影に来てるんですけど、じゃーん、あったかいですね。ポカポカしてます。頑張って撮影します。かわいかったですよね。私花で寝たいなって思いました。毎日ちょっといいですよ。皆さんちょっとやってみてください。バラです。これは本物か偽物どっちと思いますか？正解は本物です。楽しかったです、めっちゃ。じゃあ、また明日ね。バイバイ。これから外の撮影なんですけど、今日は公園に来てます。元気で無邪気にはしゃいでる美容師エリカを撮影しに行きたいと思います。じゃあね。この木は樹齢15,697年だそうです。がっちりしてますよ。じゃあ帰ります。バイバイ。しおりでした。苔が生えてました。苔を退治してきました。かすみ草の花言葉は無邪気です。三好エリカにぴったりで無邪気な花なんですけど、私も無邪気なんです。だからお揃いです。このこと私はすごい紅葉ですよ。なんか
ちょっとロマンチックな気分になってしまいます。回ったり、一人で帽子かぶって遊んだり、もうすごい楽しかったんで、皆さんも楽しみにしててください。今日はお疲れ様でした。バイバーイ。おはようございます。あの三好はあの沖縄初上陸なんですけど、沖縄カラッとしてていいですね。まずは張り切って最初ソロ行ってきます。甘い優しい感じでしょうか。そんな表情を出せればいいなと思います。今日はまだまだお楽しみがたくさんありますので、楽しみにしていてください。はい、ビューレの写真集
初めて3人で撮るのはいかがなんでしょう。夢叶いましたよね。夢叶いましたよね。叶いましたよね。え、その夢あったっけ。あったじゃないですか。3人で写真集撮りに行きたいねって言ってたじゃないですか。はい、言ってた言ってた。叶いました。私たちをお届けします。しまーす。今日もいっぱいくれて最高に楽しかったです、うん、ですね、沖縄に来て天気にすごく恵まれました。そうだね、家ではやっぱり晴れ女だなっていうのがすごく今日で確定しました。確定したね。はい、